それだけの
改めまして高橋翔平と申します。先月と先々月と周作さんがねちょっとお仕事の都合でいらっしゃらなかったんですけど、本当ねどうしようかとも思いましたけども、あの頑張って今日はもし今日そうなったらどうしようかなと思ったんですけど、無事周作さんが来てくれたのでほっとしてる所存でございます。で僕ですね、あの最近はやっとこの話が浸透してきたんですけど、ライブを僕はやると雨が降るっていう。であのやっと小さな笑いが取れるぐらい浸透してきたかなっていう感じなんですけど、すげえ雨男なんです僕。で今日ね天気予報見たらバッチリ晴れますぐらいあの天気予報で言ってて、本当かなと思って、で昨日かすっげえ雨降ってたから、あーこれ絶対僕ライブの時これ雨だなと思ってたんですけど、本当にね見事に晴れて、ついでに桜もかさらっていってしまったっていう感じで花見ができなかったんですけども、皆さん花見はした方、あ意外と少ない、あそんなことない、そうやってね花見じゃなくてもいいんですよ、飲み会でもいいんですけど、やったからやりましたよね。そんなわけで雨の曲を一曲。
取りつかれますか。せっかく雨が降った感じの歌を歌ったので、続いては今日ね、すごく富士山も見えるぐらい天気が良かったので、次はお月様の歌を歌いたいと思います。Mama
ありがとうございます。この周作と陽平のギターケースというイベントはですね、毎月第1木曜日に行われているんですが、5月は火曜日なんでしたっけ、確か。なのでちょっとお気をつけいただきたいなと思うんですけども、周作さんでも僕でも構わないんですが、ミクシーとかやってるんで、僕はSNS は全部やってますので、でもしその辺知りたいぞっていう方はですね、帰りがけにですね、あそこにチラシが置いてあるので、その辺を持って帰って、間違えて CD 持って帰られるとちょっと困っちゃうんですけど、チラシを持って帰っていただきたいなと思います。で僕はですね、今藤沢に住んでいるんですが、毎週ですね、横須賀中央に土曜日にね、歌いに来てますので、路上ライブやってます。で、毎週金曜日は藤沢駅でも歌ってるんですけど、そんな、ね、路上ライブ、路上生活って言おうとおっしゃった。だいぶ意味が違ってるわ。と路上ライブをしてですね、もう早なのか遅いなのかわかんないですけど、12年やって、もう13年目に突入しております。強いて言えば髪が伸びたかなぐらいの感じですね、成長。あとズボンが広がったかなぐらいの、ぐらいしか成長しておりませんが、ぜひね、見かけた方はですね、手を振っていただけると、いいですね、そんな感じ。いい練習ですね。なかなかね、ストリートミュージシャンにこう声をかけるっていうのは、勇気のいることなので、ありがとうございます。いつもありがとうございます。そう、今日は本当、その辺の常連の方も、ね、たくさんいらっしゃって、ありがたいな。というわけで、最後に歌って、どっこいさん、そうですよ、酒飲んでる場合じゃないですよ、分かってる。準備していただいて。バトンタッチしたいと思います。僕の後ね、どっこいさんとあと周作さんと続いてまいりますのでですね、美味しいものを食べて、お酒を楽しんで最後まで楽しんでいっていただきたいなと思います。大丈夫です、今日は帰り雨も降らないと思うので。じゃあ最後はこの歌を久しぶりに歌ってお別れしたいと思います。
橋上でした。ありがとうございました。